演舞開演。こちらが本日は泊まる旅館です。いや、旅館じゃなくて民宿ですね。そしてこちらが室内。おお、眩しい。こっちは窓からの風景は楽しめるかもですね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。